バンの準備は？はい、今回もサイバーパンク2077をプレイしていきます。前回メインクエストでお世話になったパナムに改めて呼ばれて、うちのクランのリーダーが捕まったから二人で救い出しようぜって頼まれたところだったね。他の皆は助けに行きたいけど物資がないよとか言ってるし、荒くれ者コンビであるパナムと B にお呼びがかかったわけだな。これを機にパナムには皆と仲直りしてもらいたいものだ。待て、もう一つ渡すものがある。もしソウルにまだ息があったらこいつを使うんだ。スーパージェット、それもとびきり強力なやつだ。きっと役に立つなといいけど、おんぶするわけにもいかないし。じゃあ準備はいいね。 B、 一緒に来てくれる？ええ、当たり前でしょ。それじゃあ運転は任せる。運転しないの？スコープの調整をしとこうと思ってさ。ジェット、このゲームでは聞いたことのない名前だが、フォールアウトシリーズでは短時間バフを得られる役だったな。こっちのジェットも口ぶり的には同じような用途のものっぽいね。まあ確かにヘロヘロのソウルさんを担いで帰るのは嫌だからいいんだけどな。じゃあ出発するか。なんかスマートピストルの照準がバグで出てきたけど、乗り物の乗り降り時によくバグるんだよねこのゲーム。しっかし本当暗いな。クエストナビに従うことしかできない。ああそうだ、ラジオもあるから聞きたければどうぞ。お気遣い、ローモ。でも車をぶつけないかでラジオを聞いてる暇はないです。いや、やっぱこんな状態で運転はできん。朝にしようぜ、朝に。癖で24時間スキップしてるけど、ちゃんと8時間ぐらいスキップしてもろて。うおー、明るい。これでいいんだよ、これで。まあ明るくなってもぶつけはしてるけど、私にまともな運転ができると思うなよ。私に運転を任せた己を恨むがいい。情けないな。ディディコングレーシングを全クリした頃のお前はもっと輝いていたぞ。よりによってソウルが捕まるとは。他の人だったらまだわかるけど。今は鈍ってるって言ってなかったっけ？そうだけどさ、爆撃の中みんなを引き連れて宗教を超えたり、ペトロケムのタンクローリーを奪った時はそのまま燃料をばらまいた後、火柱を上げて子供たちを喜ばせてた。昔はすごかったんだ。憧れの人か。分かってる。ただ昔はやんちゃしてたんだな、ソウルさん。英雄みたいに見られとる。それが今は保守的な政治家みたいになってるのが嫌なのかな、バナム派。その気持ちは分からんでもないけども、放浪の旅の最中と定住して暮らしていくのじゃ色々と違ってくるよな。ソウルが定住を始めてからもやんちゃしてたらすでに全滅してただろうしね。やばそうね。あれに巻き込まれたらおしまいだ、急がないと。え、嵐？どこどこ？よし、作戦を確認するよ。あ、遠くにあるあれか。レースのキャンプに侵入する。万が一車を隠さないと。岩場のそばに止めて。なんかこういう荒野でステルスっつーとメタルギアソリッド5を思い出すな。面白かったねあれ。私は MGS シリーズを全然やってこなかったからストーリーはちんぷんかんぷんだったが、敵兵の挙動には感銘を受けたな。ずっと歩き回ってたわ。敵兵のリアクションが良すぎて進んでいろいろやりたくなるんだよね。さて配置についたけど、結局どこから攻めていこうかな。あ、前回も言ってたけどステルスでやってみるんだっけね。うむ。とはいえステルス系のクイックハックは普通に使うぞ。さすがに自分の体一本でのステルスは厳しいんでな。ステルス系のクイックハックって言うと、盲目にするやつとか口笛を吹いて敵を呼び寄せたりするやつだね。最近使ってなかったそいつらな。一応セットしておいて使えそうなら使っていこう。位置についた。援護は任せて。援護っつってもな、敵をマーキングしてくれたりはしないのか。それこそ MGS5 の無本光合成姉貴みたいに、多分見つかって乱戦になったらバンバン狙撃してくれるとかじゃないかな。頼りになるのかならないのかわからんな、それ。まあどんどこ進んでいくぞ。外壁にはたどり着いたけど、どこかから入れないかな。都合よく穴とか空いてないかな。コンテナで塞がれてるところは頑張れば乗り越えられそうだね。
2段ジャンプもあるしな。飛び越えた先には10分気をつけてからやってみるか。思った以上に開けた場所だったな。こっちを見てるやつが他の方向に顔を向けたら行くか。そろそろ良さそうだな。5。すぐこっちを向く。じゃん。隠れろ隠れろ。なんかガタガタしたけどセーフ。目線は切った。絶対に頭頂部ははみ出してるけど、目線が合ってないのでセーフ。いや、ギリギリだったな。まあ、ここまで来ちゃえば、なんとかなるだろ。他にこっちを見ている敵兵はなし。んじゃ、この機械の電源を切るか。あれ？機械の電源を落としたら何かが落ちて、それが敵兵の頭にクリーンヒットして気絶した。敵兵の目線を誘導できれば、それでよかったんだけどね。環境を切るとかあるんだ、このゲーム。初めて知ったな。ちまちまと敵兵をマーキングしながら進んで、さっきの場所から5メートルぐらい進んだ場所。かなりの牛歩戦術だな、我ながら。今度こそ、機械をバグらせて目線を誘導させよう。よし、動いた。今だ。メインの建物は近い。ソウルが捕まってるのはきっとそこだ。くっ、なんか PS4 が激烈に重くなってきたな。持ってくれよ、オラの PS4。っていうか、このまま CQC に行くのは危険だな。一旦ここで落ち着こう。そこにいたら見つかる。ええ、マジですか。キョロキョロ。誰もいないやんけ。ビビらせるなよ。まあ機械を挟んで2メートルのところに敵兵がいたら普通は見つかると思うでしょ。目線さえ合わせなければ大丈夫だってことをバナムさんにも分かってほしいものだな。改めてこの機械をバグらせてと。はいどうもこんにちは。 CQC をする瞬間はやっぱり楽しいものがあるね。こちらに全く気づいていない人に対して背後から突然何かをするのってちょっと快感があるよな。現実世界でやっちゃいけないタイプのやつね。これが偵察の時に話題になってたゲートか。まあハッキングでポチッとな。盛大に音が鳴ったけど誰も気にしないので安心。の建物だ。警戒して。ソウルはこの中だ。私の勘がそう言ってる。作戦通り、制御室を見つけたら監視カメラの映像にアクセスして。重すぎてセリフも遅れ気味になってる。じゃん、一区切りついたら PS4 を再起動した方が良さそうだね。制御室は2階か。そろそろ敵兵が多くてきつくなってきたかな。なんか、あっさり制御室に着いたな。しかし、こいつを CQC したらバレないかな。まあいいや。よいしょっと。他の敵兵から見られてて、あいつ、首を折られとるやんけ。ってならなくてよかったね。じゃあ、監視カメラの映像を見てみるか。ん？これは地下の監視カメラか？暗くてよく見えんな。で、ここが今いる施設の1階で。ここも同じような感じね。はいはい。一応マーキングしとこ。監視カメラはこの3つだけだね。消去法的に地下かな。暗いところで物を探すの苦手なんだよな。ハナム、ソウルを見つけた。え、私はまだ見つけてませんけど。状態は？暗すぎてよくわからない。とにかく助けに行って。きっとまだ生きてるはず。マジでどこにいるんだ。格子が見えるし、あの中かな。なお実際は視界ギリギリのところで普通に座っていた模様。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れした。
よければフォローやチャンネル登録よろしく。